先生、毒薬を一服持ってください。名医の処方。約300年前のこと、後藤昆山という漢方の名医がいた。12時も過ぎたある真夜中、一人の女性が訪ねてきた。よろず屋の嫁女である。先生、一生のお願いです。毒薬を一服持ってください。ただならぬ様子だ。何に使うのか？お母さんに死んでもらうのです。よろず屋の嫁と姑の犬猿の仲は評判だった。よく心得ていた昆山は、断ったら嫁が自害すると見て取った。よし、わかった。しばらくして昆山は30包の薬を渡し、神妙にこう言った。一服で殺してはあなたがやったとすぐバレる。あなたは貼り付け、私も打ち首。そこで相談だが、この30包毎晩一服ずつ飲ませるのだ。30日目にころりと死ぬように調合した。喜んで帰りかける嫁女に、昆山先生、なおもこう諭す。わずか30日の辛抱だ。お母さんの好きなものを食べさせ、優しい言葉をかけ、手足をよく揉んであげなさい。翌晩から嫁女は言われた通りを実践した。1ヶ月目の夜、いつものように揉み終わると、ちょっとお姑さんが立ち上がり、驚く彼女に両手をついてこう言った。今日はあなたに謝らねばならないことがある。今まできつく当たってきたのは、代々続いたこのよろず屋の家風を早く身につけてもらうためであった。それがこの1ヶ月、あなたは見違えるように生まれ変わった。よく気がつくようになってくれた。もう言うことはありません。今日限り、一切をあなたに任せて、私は引退します。己の心得違いを強く後悔し、昆山先生へ駆け込んだ彼女は、先生、一生のお願いでございます。毒消しの薬を早く、
早く作ってください。涙ながらに両手をついて頼む嫁女に、金山先生大笑い。心配ないよ、あれはただのそば粉だよ、はっはっ。